どうも、福士ぽやすです。はい、今回もテールズウィーバーやっていきます。はい、育成動画ですね。育成イベントなし、育成動画です。はい、ちょっと改めてここいらでなんですけど、はい、まあこの動画はですね、まあ育成イベントなしで、まあ育成したらどんなところ、どんな感じになるよっていうのを、見せる感じです。あくまでちょっとですね、まあ育成メインという感じになってるので、ゲームシステムの解説であったりとかっていうのは、まあ僕が分かってるところだったりとかっていうところがメインになってくるので、ね、ちょっと高難易度帯の、システムとかはちょっと僕自身まだ理解できてないことが多いので、その辺だけは、はい、ご了承くださいっていう感じです。まあ310レベルまで育成はして頑張ってやろうと思ってますんで、はい、それで見てもらえたらと思ってます。はい、まあそんなところで今日もやっていきます。はい、唐突になんだと思うかもしれませんが。はい、そうですね。外伝3ループなので、今日も頑張ってループしていきましょうっていうところです。はい、頑張ります。じゃあ、2回目っていうこともあるので、まあ喋りながらではあるんですけど、極力ですね、まあ解説も含めながらやっていこうと思います。はい。で、まあ前回パートを見てもらったらわかると思うんですけど、ペットも生まれたので、はい、こやつも育成しながら頑張りたいです。はい。じゃあ、やっていきましょうか。はい。じゃあ、そうですね。前、これ始めるところまではやったので、じゃあここからやっていきます。はい。ルカに話しかけます。はい。で、アナに話しかけます。はい。で、ルカのクエスト欄が出てくるので、この、これクエスト完了ですね。無線カーは、前回の時にね、一回取りに行ったので、もう、アイテムとして手に入れていることになっているので、大丈夫です。で、これしたら、黒婦人について伺おうってなるので、はい、こいつと、こいつと、はい、まあ、ルカとアナのそばにいる2人ですね。と、あと、この兵士。と、ここにいるメガネ。はい。と、あと1人が、ここにおりますですな。この姉ちゃんです。マーシャ。はい。はい、これで OK でございます。はい、で、そしたら、ゴベールの家か。に行きます。はい、するとですね、なんや言われるので、今回じゃあ説得の方やってみましょうか。説得するってやって、もう一回ここに入ると、はい、これで行ってくるんで、これで、2、1、1だったかな。はい、これで入れます。まあ、の方が良かったりするのかな。で、はい、選択肢1、コンスタンティンを呼びましょう。はい、で、こっから出ます。はい、でもってですね、はい。はい、続いてが、魔法観察局へ行こうってなるので、このマップのこの右下のこの黄緑の部分ですね。はい、に向かいます。はい、ここに来たら、それで OK です。はい、これで、飛ばして、はい、奥の竹林ですね。はい、これが、流線橋だったかな。はい、ここの奥側にありますので、はい。ここを向かいます。はいはい。で、ですね。
前回確かクイックスロットにセットしたはず。はい、これで、もう、そうですね。この探知機みたいなのがあるんで、はい。これをひたすらに押しまくります。でしたら、バー、何せか。はい、まあなんか場所を示してくれるんで、南。はい、この場所に向かうって感じなんですよね。まだ南ってことか。なんと、あー、こっちか。はいはい。で、これが結構、まあ面倒なんで頑張ってくださいって感じです。もうこれはしゃあない。面倒です。どうやっても。この辺かな。はい。で、次、北ですね。北西、南西、ここだな。はい、ここで、もう一箇所が西、はい、こんな感じでね、サクッと見つかればいいんですけどね、サクッと見つからん時があるんでね、この時はもう頑張るしかないんですよ。西、南西、西、あー、そこか、もう一個上だな。ペットが頑張ってついてきおるけど、ここだな。はい、でフィールドに入りますってします。はい、んでもって短くてしたんでね、でもそれなりに出るようになりましたよ。まあこれでやるのがいいかな。この辺はっていうところで、はい、あ、マジで攻撃まだ違うのか。当たれば、はい、まあでも大した敵でもないので、ちょっと、はい、そんな感じでガツガツやってきますが、まあこれはでも本当にどうやってもめんどくさいっすよね頑張ってくださいって感じです。ダメージ上限がどうしてもあるんでね。はい、で、あ、テールウィンドが切れてるのか。あ、それでか。いや、そう、割とやっぱテールウィンド偉いんだよな。なんでもって、これがやっぱ回避率を上げてくれるっていうのがでかいっすよね。ああ、お待ち。はい、ああ、93まで来てるのか。これは割とね、回避もちゃんとできますね。っていうことは、スーツバンドを装着したら、これか。完全回避実現できるじゃんか。スーツバンドが装着できないんですよ。はい。まあそうですね、ここは頑張ってください。で、このあと出てくるボスがキャラによってはしんどい人もいると思うので、そうですね、まあしんどいっていうのはあれですね、割と攻撃力が高いんですよ。多分この外伝さんループの中で一番攻撃力が弱いキャラはここに出てくるボスが一番攻撃力しわい攻撃。はい、まあでもね、まあなんでそういう時はバフつく使ってあげたら、まあバフつく使って勝てないことはないので、確実に。何だったかな最初。まあでもそうか、魔法キャラぐらいかな、それでしんどくなるのは。そんな物理防御のない魔法キャラぐらいだと思います。最初敵でやった時、やってた時は、ね、結構しんどかったんですよ。ここでバフを使うみたいな感じになってたんですけど、まあでも大概のキャラだったら大丈夫だと思います。
ルシースとかだったら全然ね、うん、大丈夫だったかな。特にね、盾があったら物理防御マジで硬いですからね。クロエンタマはですね、麻痺があるので簡単です。はいはい、でもうちょいで出てくるかな。はい、ここに出てくるとここにおった方がいいかもしれないですね。はいはい、出てきました。はい、でこいつを、はい、切ればこんな感じでね。はい、やっぱそうですね、麻痺がないと割と辛いですね。とはいえフルスロットル使おうか。はい、この状態で、はい、いいダメージ入りますね。で、たまにこうやってあげると、はいはい、これで全然勝てます。で、フルスローもたまに当たってあげて、フルスロー使ってですね、こうして、ほい、そうですね、クロエも余裕っすね、こいつは。もうちょい火力出てほしいな。まあ火力に振ってないからな、こっちの育て方が。それは仕方ないっすね。 INT を上げてなさすぎる私が悪い、このレベルで。まあ MR と DF をね、共存させようと思って、そういう捨て振りをしてみたかったんでやってみてるんですけど、まあちょっとやっぱ火力が伸びなくなるかな、そうなると。はい、でまあ倒したら以上なんで、まあここがぶっちゃけ一番時間かかるかもな。いや、そうでもないか、あとのなんかミニゲーム系の方が時間かかるか。はい、これで、ミスった、ここ入って、はい、ダメだよ。何これ、何が落ちてんの。ああ、移動カードか、いらねえべ。はい、これでですね、こちらですね。はい、戻ったら、はい、変装仮面をつけて魔法観察局に入るってなるので、それをしに行きましょう。が、変装仮面がどこに行った、装備で相当するか。はい、はい、これをつけて入るでごわすよ。はい、でさあついてきなさい。はい、はい、でここからですね、まあここの敵たちを倒したらばですね、中に入って鍵集めですね、前回と同じでございます。はい、そろそろね飽きてくると思うから雑談も挟みながらやっていきましょうか。はい、撮影日は花の金曜日でございます。はい、そうですね、まあちょこちょこ忙しくなってきたかなって感じですね、仕事は。あー、出たよ。そう、これでね鍵が落ちてくれないんだよな、たまに。本当に沼るんでね、そうなっちゃうと。
かいながら、あ、はい、ジュリアンの鍵が落ちましたね。はい、でこれをダブルクリックしてこやつの足に使うと、はい、でこれを繰り返していきます。チャットウィンドウじゃなんだよ。はい、あ、ここの敵はマヒ入らないな。エリサの鍵を使っちゃると、はい、たまに切れそうになるぐらい落ちると大きい時があるんで、ここだけはねお気をつけくださいって感じです。はい、でなんか氷が敵にチャイーンって出てると思うんですけど、これはあれですね、入手したモンスターカードの効果なんですね。はい、そんなところですね。はいはい、そうですね、何の話してたっけ、あ、仕事動向みたいな話してたか。そうですね、まあうん、それなりに、まあでも仕事がね、やっとそれなりのことがやらせてもらえるようになったので、それなりってことでもないですね。そうっすね、まあいかんせんね、経験が多いので私は。お、落ちた落ちた。そうなんですよね、ぶっちゃけ年齢イコール転職回数みたいな人でもありますんで、私は実は。うん、でも全然そんなんでもね、まあやっていけるっていう感じでございますよ。そんな威張るようなことでもないんですけど、こんなことね、人に対してね。よいしょ、これこれこれ、はい、でこいつはクソ雑魚ですね。はい、まあこれは大丈夫です。うん、はい、 OK ですね。はい、こんな感じでございます。はい、これで料理長レオのなんか酒をなんか取りに行けって言われるんですけど、もうこれは取りに行ってるので、はい、飛ばしてもらって大丈夫です。はい、で黒夫人のところ、黒く変わってしまってる場所を調査しようっていうのが出るので、それをやってきます。はい、そうですね、どれぐらいで終われるかな。まあこれまだあれなんですけどね、まあまだね、ギャルゲー的なところで言うとコンスタンティンとのね、信頼性が高まってないから、これまあ実質はまだ一周っていうカウントじゃないかもしれないんですけど、まだね、リアルエンディングのルートがまだ開拓されてないので、あ、間違えたよ、私これ選択しちゃダメなやつですね。はい、まあちょっと失敗した場合っていう感じで出ます。はい、選択肢を失敗した場合ですね、こうなります。おお、なんかすごいクラスな。あー、なんかこれか、これがダメなのか。はい、これをしてしまうとですね、ダメですね、これはこれはダメですね、やっちまったな。はい、ちょっとここから
まあ、一個は参考になるところはあるんですけど、あんまり参考にしないでくださいという感じでございます。はい、この3人から話を聞いて、ここに行きます。が、反応しない、反応した。はい、で、これは232ですね。うわー、でもちょっと、マジ、惜しいことしたな。竹やぶまでクリアしたのに。この後がね、ガサ入れ時なのに。やっちまったなー。はい、ここで、はい、これを受ける。受けたら、なんや、素材集めはしろ言われるんで、はい、これで、素材集めしちゃったら OK でーす。はい、これで手に入れたんで、左下の、ここに行きます。はい、あー、これ、はい、ダメなパターンだったやつですね。はい、あー、初めてだ。こんな感じになるんだ。はい。で、なんか特殊ダメージ的なのを与えてくるんで気をつけてくださいって感じですね。特殊ダメージじゃない、持続ダメージか。はい、距離を取りながらやっていきます。はい、まあこういう感じで失敗しけりですよね。はい、失敗しけりです。やべえな、1時間で一周できるんかなとかっていうのを測ってみたかったんですけどね。いや、ちょっと今日1時間以上になっちゃうかもしれないですけど、ちょっとなんか歯切れが悪いんで、はい、まあやっていきましょうよ、せっかくなんでね。だなぁ、マジ。はい、まあああいったミスを極力なさらないようにっていう感じです。そうだな、せっかくならエンドレス8ラックあれかな、なんか毎回ちょっとずつ違う説明を加えながらこれね、なんだったら解説しながら毎回やりましょうか。ガイデンさん、はい、協力する。はい、でも全部飛ばします。はい、これで今日の頭に戻ってきましたね。ルカに聞こうってやつです。今20分ぐらいか。こっから全部やろうとしてたら結構時間かかるな。はい、これで、はい、クリアさせる。で、話を聞けって言われるんで、こいつと、こいつと、こいつと、メガネくんと、ちゃうよ。はい、おいで。こやつですね。に会話をすると。はい、OK でございます。はい、でしたらば、ゴベールですね。ゴベールの家へ向かいます。はい。何回やるんだっていう感じになるかもしれないですけど、せっかくだったらそうしようかな。なんか多分僕のなんちゃない話ね、普段のなんちゃない話とか聞いても多分そんな面白くないっすよね。だったらね、せっかくならエンドレス8らしくやりましょうか。あー、でエンドレス8ってわかんない人いるのかな。
鈴宮春日の憂鬱ですよ。はい、212ですね、これは。2、あ、すいません、211ですね。はい、誘惑しまーす。はい、すると中に入れるので、コンスタンティンを呼ぶと。なんか喋りながらやってるとちょっとやっぱわけわかんなくなっちゃうんですよね。まあ言い訳せずやっていきましょう。はい、サクサク進めていきますよ。はい、そう、鈴宮春日の憂鬱でございますね。知ってる人は知ってると思うんですけど、あのアニメ界に残るね、もう放送事故と呼ばれたやつですよ。知らない人のために簡単に説明すると、まあ結局8週にわたってだったんだったかな、7週だったかな、まあぐらい、ほとんど変わらない、まあちょっとね、ちょっと春日の着てる水着が違うとか、うん、なんかどっかの色が違うとか、そういうやつを8週にわたって放送したっていう伝説のねやつがあるわけですよ。ここだな、ここだな、よし、せい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 、お、端っこか、お、割と分かりやすいぞ。南南中やから、こっちか、こうか、南南中、オッケー、はい、で入りますと。はい、でまたやっていきましょう。全然ですかね。はい、まあそう、そのね、それみたいな感じのことをしたいわけですよ、エンドレスエンドね。やばいな、でもなんか、そうですね、せっかくなんで、まあなんか、こういう動画作ってたら毎回言ってるんですけどね、やっぱ本当にね、こう、間髪入れず喋れるのすごいっすね。こういうね、動画とかで。うん、最近、虫コロラジオって言って、東海オンエアの虫さんがやってる、ラジオとか見たりしてるんですけど、僕、とか、とかってめっちゃ多いと思うんですけど、虫さんね、ほぼほぼない。マジでね、あれは学ばんといけんって思ってます。極力やっぱ、を減らしていきたいなと僕も思ってます。せっかくね、こういう感じで配信してもらうんであれば。なんで、極力そうですね、やっぱ、うん、そうですね、とかも口癖なわけですよ。そういうのをね、気づいて、うん、とかね、そういうのも、ちょっとずつやっぱ、気づいて直していけたらいいですね。そこら辺を今後は意識していこうと思っております、っていうちょっと私事ではございますが、狩りをするだけなので、はい、せっかくの遊びだと思ってさせてもらおうかなと思ったりし、まあね、ちょっと語尾がね、お前なんやねんその語尾っていうのはあると思うんですけど、まあそこはね、自分では良さだと思います。良さでもないだろうけど、まあ本当にこれは昔からの癖なんで、ここは残していこうかな。そんな、本当に私事ですけど。そうですね。あんまり拾ってくれねえな、あんまり。
で、あとね、最近ね、ちょっとね、気になってるのは、クイズってちょっとまだ調べてないんでわかんないですけど、ゲーミングマウスって使えるんですかね。ゲーミングマウスちょっと使ってみたいなって思ってて、で、ね、それがあったら、ちょっと、やっぱり楽になるんじゃないかなと思ってて、さらにね。やっぱりですね、この、まあ僕、基本、ゲームパッドでやってるんですけど、ゲームパッドだったら、あれなんですよ。ちょっとね、このマウス的な操作、この、カーソルを動かすっていうのが、やっぱちょっと融通が効きづらい部分があって、ちょっと細かい操作がね、これだったらやりづらかったりするんで、そういう意味では、そう、ゲーミングマウスだったらね、普通のマウスだったら、ボタン2つしかないじゃないですか。クリック、と右クリック。で、戦闘だったら、まあ、基本攻撃と、なんだ?あれ。スキル攻撃か。っていう感じになっちゃうから、それをね、なんかゲーミングマウスでね、右手に結構いろいろボタン登録ができて、例えば、F1、F2 とかのボタン登録までできるんであれば、それ結構でかいなって思ってるわけですよ。そう、もしね、それができるんだったら、おぉ、やばいな、これ多分。おぉ、全然、ね、違う。これ、スキルスロットエンジンになってるんだ、これ。これですか。なるほどね。スキルスロットに切り替えますね。後で直しておきましょう。うん、そうそう。で、ゲーミングマウスがあったら、そう、で、その F1、F2 とかがね、そこのマウスに登録できるんだったら、割といいんじゃないかなって思ってるんですよね。あ、ほらほら、これ見ちゃダメだよ。はい、たまにね、こんな感じでマキを入れてあげて、敵も黙るんで。はい、どうなんすかね、テイルズ、それでやってる人います？ゲーミングマウス使ってますよみたいな。それ、もしあるんであれば教えてほしいですね。まあ、自分でもちゃんと調べときますんで、よかったらね。はい。ところですね。そう、でもね、やっぱね、ゲームパッドのこの移動の十字の振り振りはね、偉いですね、本当に。うん、なんかやっぱ直感的な操作、ね、その移動に関してはやっぱこっちの方がしやすいですし、あとね、やっぱクリックがね、移動に取られるっていうのが結構ね、邪魔な時は邪魔なんですよね、やっぱどうしても。あ、そうだ、ルーンの庭園に行っときましょう。今更ですが、ちょっとなんかなんやかんやして申し訳ないんですけど、せっかくなんで、ルーンの庭園に行って、まあ、クエストとか受けといた方がいいかもですね。はい。はい。あら、どうしたの？あ、こうしないといけないわけね。はい、こうして、クエスト完了させといて、まあなんやかんややっときましょう。まあいいや。はい、まあルーンのここでね、さらに追加効果得られたりするんで、ちょっとこの辺は実は僕もまだ勉強中なんで、はい、やってまた今度やっときます。やっときますというか、やってきましょう。ん
はい。でですね、はい、ディスカール邸に戻ると、ディスカールの別荘か。はい、で、ここに落ちてるのはなんか、あれですね、影の塔の移動ワープみたいなのが落ちてます。まあ、あれあんま使わないんで、ね、影の塔のあれで売ってるんですけど、買わなくて大丈夫です。はい。で、魔法観察局に行くと、これをつけてね、変装用仮面。これ毎回忘れるんで気をつけてくださいね。私もよく忘れます。で、ここで変装用仮面つけいや、みたいな感じで、ここで怒られるわけですね。はい。で、セーブですね。新しいのにしようかなと思ってます。やっぱどうしてもね、このまあ全然安いやつで使えるは使えるんでいいんですけど、まあ僕はこういった配信をやってるっていうのもあるので、こうね、やっぱあんまりねガチャガチャ言いすぎるのってやっぱ良くないのかなと思いまして、はい、この辺をちょっと気にしていこうかなと思ってまして、そういう意味で変えてみようかなと思ってます。まあ、1500円ぐらいで買ったやつなんで、うん、もうちょいね、出して、買ってみてもいいのかなと思ったんですが。あとはあれだな。うん、しっかりお金貯まったら MacBook Pro が欲しいですね、やっぱ。エアーも全然いいですよ。エアーもすごいいいんですけど、やっぱプロにはかなわんかなっていうところと、やっぱちょっとね、ストレージとメモリをケチらん方が良かったっすわ。そこは、それなりにやっぱ今出てる PC の、ね、高スペックなものを選んだ方が、やっぱなんだかんだね、動画編集とかするんであれば、まあ全然最初はね、そんなんなくていいんですよ。僕も序盤とかね、iPad を 32GB ですよ。32GB の iPad 使ってずっとやってたんで、いいんですけど、まあやっぱね、こうやっていくにつれてね、ちょっとずつなんか、もっといいものをってやっぱなってくるのが人間でして。そうなんですよね。そうなった時に、やっぱあった方がいいなっていう。思い出はございます。あ、そっか、そしたらマキの時間からそれでいいんだって言って、あー、鍵が落ちんパターンか、じゃあないか、数回ね出たら絶対1回はあります、ね、鍵が、あ、落ちた。はい、割といいテンポですね。というわけでもないか、もう40分ぐらいやってんのか、40分近くぐらいですね。はい、やってることになってんで、極力シャクシャクできるようにやっていきましょう。ね、まあやっぱもっといろいろ知らんといけんなと思いまして、まあ、やっぱこういったね動画とかもやってるとどんどんハマっていくっていうのもあるので、はい、なんか最近はもっとね、もっとやっぱ知識つけないとなっていう気になってきてるんで、はい、これを機にどんどん勉強していこうかなと思います。はい、で、きつい酒は入ってるんで、これは出て入るだけで大丈夫です。はい。そうっすね、まあ一発目はね、ちょっと塩缶にね、2回缶といけんかったりして、あれが割とめんどくさいですよね。僕も動画の編集してて20分ぐらいだったかな。やっぱ行って帰ってってしてたら1回が、10分ぐらいかかってたと思うんで、
あっこで20分取られるとかって考えたらやっぱ結構きついっすよね。はい。でここまで来て、さっきここでミスったんだったかな、さっきここで選択肢を見つったんで、かわいそうだ、助けようにしてあげてください。はい、僕はさっき完全になんか頭がぶっ飛んでましたね。はい、あんなミスしたことないんですけど、はい、ああいうことするとね、選択肢を間違えると強制エンドになる。これは、はい、レベルが上がったね。でもこれでこれをじゃな、こうして、あれ、あ、こうしてこうじゃ、はい、ダメだ。はい、このね、まずこいつに制御装置を使ってあげてください。はい、でこれで杖を立てます。あ、ミスったミスった。はいはいはい、はい、これで制御装置を使ってあげて杖を立てるんじゃと。はい、でこれでまた攻撃して、まあ大体対戦対スキル2回くらい打ったらいけます。で制御装置を使ってあげて杖を立てると、割とシビアやな。うわー、反応してくれ。はい、これで OK です。はい、これでさっきみたいなことにはならずに済みますね。さっきはね、なんか怒って攻撃してきちゃいましたが。はい、これで、まあ、聞き込み調査をするんですけど、こいつと、この兵士2体と、あとこいつですね。サリーさんにやってあげて、はい、ここに入れば、OK でございます。はい、で、これで2、3、2ですね。ここは簡単です。てるてるてるてて。はい、これで、歪みの丘に行きましょう。で、アヒエルっていう、ちょっと、ね、卑猥、聞き方によっちゃ卑猥に聞こえるこいつに話をしに行って、クエスト完了。はい、でこれで、この辺の敵をぶっ倒します。ぶっ倒しでございますよ。でそしたら、村を指してる羅針盤とマントか、羅針盤とマントを見つけなきゃいけないみたいですね。まあこの辺を倒してたら勝手に手に入るんで、それで大丈夫です。はい、手に入ったね。手に入りましたんで、これでここに行きます。はい、そうっすね、まあ1時間は超えるな、間違いなく。今回は申し訳ないですけど、はい、でこれでパートリスですね、村長みたいなやつがいるんで、これに、クエスト完了してあげて、はい、でね、この赤のびっくりマークになってる村人たちの言うことを聞いていってあげるって感じですね。でこれが割と序盤は経験値率がいいので、レベルアップにもすごくつながるので、はい、そんな感じですね。他にもやっぱ周回してる人がいますね。そうなりますよね。これが割と大変なんだから。はい、はい、これで全部受けたあたりで木を切りますね。まず、おお、スポットライトが
はい、木を切ってきます。これを10個切ります。はい、そんで持ったらこっちには置いてたかな。はい、この花を飾っていきます。はい、おで、これを10箇所に飾ったらば、はい、こいつがキュインってなるんで、はい、クエスト完了にします。はい、で、そしたら経験値とかね、リアルエンディングを見るための何それが溜まったってなるんで、はい、これを繰り返していきます。はい、で、あとはそうですね、まあ、村の外に出て狩りをしないと手に入らないんで、この辺で頑張りましょう。はい、で、まあ他の方がねやってる時は、まあ極力ね、この何だろう、俺のだーとかって言ってね、無理にね取り合いにならないようにね、狩り場お互い気持ちよくやっていきましょうっていう感じですね。どこの誰が何を言ってんねんって感じですけど、はい、で、あとそうですね、このキノコも忘れずに取りましょう。キノコがね、こんな感じでね、見えんようなところにね入ってたりすることもあるんで気をつけください。お、生えたな、キノコ、ラッキー。はい、割とね時間かかったりするんだよな、これが。まあしゃあないんですけど、極力ねやっぱ集めて樹洞ってやりたいですよね。さあさあ、みんな置いてみる。材料じゃないか。で、この蝶みたいなやつがね、ちょっとね遠くから遠心攻撃ができるやつやから、割とこれもめんどくさいですよね。こうやれよれって思うんですけど、でもなんかここの敵のキャラは結構好きなんですよね。なんか間抜けで可愛くないですか、みんな。いいキャラクターね、いいのて、いいのじゃない、いい敵のキャラクター出たりしてるなって、うん、思ったりしてます。はい、で、そうですね、まあただ倒していくだけなんですけど、ここも、うん、さあ集まりなさい皆さん。あ、あれ貼ってなかったな。はい、そうですね、まあ世間もコロナが明けたっていう感じではあるんですけど、現状どうですかね。あんまり僕も結局でも開ける前からね、ほぼほぼね、普段は家を出るというか、会社に行く以外にね、もともと不要不急の外出をしない人やから、コンビニに行くくらいだったんで、あんまりね、お店がじゃあ夜遅くまでやってるんですよ今みたいなこと言われてもあんまりわかんないんですけど。あら、なんか回収率悪いかな。まだ全然集まってない。どうなんですかね、結構街は戻りつつありますでしょうか。あ、せっかくだったらエオスの雫使っとけばよかったな。どうせ今日これしか動画撮れないしな、使っとこうか。エオスが、冒険者サポートボックス開いて、はい、これしたらね、経験値2倍になるんで、もう忘れずお使いになすって。はい、どうでしょうか。結構、ね、東京、まあ、事件だったと思うんですけど、戻りつつあるんでしょうか、あの頃も。まあ
どうなんですかね、オリンピック。どうですかね。わからんの。まあ、個人的には、できるんだったら、やってほしいけど、うん。わからんな。まあ、ちょっとでもね、経済がそれで回るきっかけになったらいいなとは、やっぱ思いますよね。個人的にはね、その、なんか、危ない危ないって言い続けててもね、でもなんか面白いなって思って見てるのはあれですよね。なんか、うん、今になってね、オリンピック反対の声が多くなってるみたいなとかね、なんかああそういう感じで世間を反応するんだみたいなのが、ね、結構面白いって思うんですよね。まあいろいろあったのはそうですね、もちろん当然なんで、まああまりこういう話するならやめときましょうか。まあ個人的にはまあやった方がいいんじゃないかなと思ってます。ただそのやめといた方がいいっていう人のまあ意見もなんだろう、その分かるは分かるんで、ね、卵なしにねそんなことを否定したいとかそういうわけじゃないんですけど、はい。これで、まあ、大体揃ったと思うんで、なんか、ようわからん話をしてるときにね。はい、キノコだけちゃんと回収して、はい、これでですね、一旦村に戻ります。戻るぞい。なんか、やっぱあれかな、なんかこれ、動画撮る前に毎回、なんか書こうかな。今日はこういう話をする、みたいな。これが一歩近道なのかもしれないですね。で、これでダブルクリックで、はい、これを作って、で、触覚糸でゴム釣り人形があるんで、これをクリックして5個作っていきます。はい、割とこれもめんどくさいです。これね、あれ、触覚糸どこ行った？どこに行った？いた。はい。そうなんですよね。Windows と Mac のマウスホイールのね、向きが逆やから、ちょっと、よくわからなくなるんですよね。っていう話も前もしたか。会社の PC が Windows なんでね、あれですよね。まあでも Mac いいっすよね、やっぱ。まあ前使ってた自分の個人用の Windows PC がうんこだったっていうのはあるんかもしれないんですけど、 Mac すごいね、うん、使いやすい感じはしますね、すごく。あんまりごちゃごちゃしないというか、うん、デザインがやっぱすごくねスタイリッシュっていうのもあるんですけど、好きな部分でね。はい、まあこれでちょっと渡していきます。はい、テイルズの話もしながらじゃないとね。はいはいはい。で、F2、 はい、設置していきます。していきます。はい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 、これして、はい、クエスト完了しました。はい、でこいつもクエスト完了させます。で最後に残ったキノコ地獄ですよ。さあキノコ地獄やっていきましょう。はい、こいつの足ですね。あ、その前に、そっか、キノコ届きに来たよって言ってあげるとか。はい、これでこれを押してあげてクエスト完了。はい、でキノコを投入していきます。でこいつの足が10回以上触れるぐらいでやってあげるといいです。
あ、めちゃくちゃ焦げてしまったキノコが落ちてる。1、2、3、4、5、6、1、8、9、10。はい、次。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、はい、次。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、 OK。 はい、ちょっとね、もうこれしか言わないんですけど、ちょっと前これ喋りながらやってたら思いっきしミスったんで、はい、こっちに集中します。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、1、2、6、7、8、9、10。はい、はい、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、いけましたね。はい、まあ割とこれ苦痛ですよね。僕こんな感じで動画撮りながらやってるから、まだねこうやって喋りながらできるですけど、普通だったらね割と苦痛ですよねあれただ待たないといけないっていうね。でしかもちょっと気抜いたら焦げちゃうとかね、そんなんだらけなんで。はい、これが、はい、まず1、2で1、1、2、1、1。はい、1、2、1、1、2、1、1ですね。はい、でこれで歪みの丘に行こうと言われるので、歪みの丘に行ってあげましょう。はい、ここですね。はい、でコンスタンティンと合わせて、はい、木を切ります。はい、これは5、4、3、2、1、0のタイミングで切ります。はい、5、4、3、2、1、0。はい、こんな感じですよね。だいたい一発目で全部切れるんですけどね、今回ですから。5、4、3、2、1、0。はい、これで揃えましたね。まあ5回成功したらいけます。だいたいね、慣れてくれば一発目でここ切れるんですけど、まあ切れんかったらこんな感じでやってあげてください。ちょっと水飲みます。まあ何回かやって慣れていく必要があるかな。ここは序盤はかなり失敗すると思います。めげずに頑張ってくださいって感じですね。はい、でこれでまた報告しに来て、であれか、リリローズの肖像画を描きます。まあこれは数字で覚えるというよりかは、なんか可愛い女の子の特徴を選んでいけばいいと思います。はい、目は大きくて丸い、鼻は小さくて可愛い、はい、口は小鳥のくちばしみたいに可愛らしい、で髪神秘的で優雅だ、体格は、細かくて細い、か弱いだったかな。はい、
こんな感じでね、はい、まあ女の子の特徴的なところを、はい、で選んであげて、できたやつを渡してあげると、はい、でしたらば、はい、クエスト完了です。はい、で歪みの丘に行こうってなるんで行ってあげます。はい、ここでまたミニゲーム的な感じなのが始まりますね。はい、これはですね、まあこのフレア召喚っていうので、まあ、この精霊を召喚して戦うっていうゲームなので、敵がまあ向こうにいるんですけど近づかない方がいいですね。こんな感じでね、ほら敵が出てきてこっち来るんですけど、あんまり近づきすぎて敵に攻撃されると逆に割とダメージを食らうというか、あら、ちょっと無視、ちょっとダメだよそれはそれはダメだよほらおお、なんか初めてのパターン初めてのパターンで戸惑ってます。はい、基本ですね、まあちょっと今はびっくりしちゃったんですけど、そうですね、フレアを召喚1回押して、カオン力アップグレードを次100溜まった段階で押してあげたらそれで大丈夫です。はい、でその後はもうずっとフレア召喚をすればいいって感じです。ちょっと今回初めてのパターンでびっくりしました。敵がスルーしてきましたね、なんかまさかの。まあ、基本そんなことにはならないと思ってもらって大丈夫かなと思います。はい、で、あれを自分で受けてしまうと、うん、このね、体力上限があるうちだったらほぼほぼ耐えるのが厳しいので気をつけてください。はい、でもうあとは感応力レベル2にした時からはですね、もうフレア召喚を連続しまくれば大丈夫です。で、奥におりますのは苦悩編ですね。懐かしいですよね、こいつ。そうなんですよ。懐かしいんですよ。はい、まあこれで、あだこだやってたら、全然勝てるんで、それで、はい、OK です。そんなところで、はい、で終わったらまた精霊師の村に戻ってみたいな、あっち行ってこっち行ってを繰り返すんですよね、今度は。はい、でまた歪みの丘に行きます。しばらくこんな感じですよね。これはまあどっちでもいいんで、今回は村に案内しちゃいましょう。はい、でここですね、これがね結構めんどくさいんですよね。はい、これは、左の精霊の波長っていうのがあると思うんで、これが、第4波までこの精霊が出てきたりするんですね。で、これが終わるタイミングの時に、4、7、12以外になってたらいいわけなんです。それをちょっと微調整するのが割と面倒なんですね。で、それが面倒だって思う人は、この序盤の時にですね、一番最初の時に、これ波が、緑のやつがね、この前半の時に敵を一掃してしまったら、はい、こんな感じでね、したら波が下がった。失敗しちゃったかな今。まあ緑のやつがね、ちょっとね、なんかこれなかなか難しいんですけどね、このゲーム割とねそういうシビアなところがあるから、あれ今の反応してないのみたいな時があるんですけど、はい、これがまあどうなんかな、
なんかあれですけど、まあ、前半側の方で敵を一掃したら次は減っていくんですけど、あれ減らんな。3段階目で12がマックスになるのか危ないんだよねそれは危ないんだけど、それは危ないんだけど、これミスったかな。まあミスったパターンを見せられるという意味ではいいかもしれませんが、4段階目の時に、まあ、極力ね一番最初にだから波は下げておいておくのが安全は安全なんですよね。あ、下がっていくな。はい、これ第4波ですね。第1段目、各1、各段って言ったらいいかな。まあこうやって敵が2回湧いてくるんですね、それぞれのところで。でその2回湧いてくるタイミングで、まあ、2回目でね敵を一掃するときに4、7、12以外に出たら OK です。はい、まあ、今回はここでいいかな。はい、でこの時にこう敵側降ってくるんですけど、なんか熊の人形みたいなのが現れたら失敗だと思ってくださいって感じですね。おお、見つけたぜ。はい、まあこんな感じでやってたら普通に勝てるので、はい、これで以上ですね。はい、大丈夫です。はい、でこれが終わったら精霊の神殿に行って、はい、前と同じですね。これでバハムート20体と戦うことになるんですけど、それが終わったらですね、コンスタンティンが死んじゃいます。コンスタンティンが死んでるシーンをサムネにしちゃったから、はい、これで、はい、死んでます。はい、まあ、これで終了ですね。はい、長々とお付き合い、すみません。あ、でも1時間ちょっとか。まあ、1時間以内で回れるっちゃ回れるのかって感じですね。はい、じゃあ、まあ、今回はここまでにしようかなと思います。はい、なんじゃない話が多くなっちゃって申し訳ないですが、しばらくこれが続きます。ご容赦ください。はい、じゃあまあそんなところで終わります。はい、最後まで見ていただきありがとうございました。次回もそれでいこうかな。まあ他にちょっとやりたいことがあったらやってから、外伝さんループまたするかもしれません。はい、じゃあまた見ていただいたらありがたいです。最後まで見ていただきたらどうもどうも、2度目ですがありがとうございます。じゃあシャス以上です。